キーキャリーシステムとは、多数の AGV がぶつからず迅速に指定された行き先へ物を運ぶシステムです。このセンターでは330台の AGV が走行しています。1台の AGV が運ぶのはお客様1人分の注文。この施設で T キャリーシステムが導入されているのはピッキングエリアと検品エリアです。ピッキングエリアは AGV が通る通路と商品が置かれている A から V まで22箇所のピッキングゾーンで構成されています。 AGV は商品を揃えるため、それぞれ注文品があるゾーンに立ち寄ります。この時 AGV は最適なルートを通ります。多数の AGV がぶつからず最適なルートを通るよう独自のプログラムで常時管理・制御しています。他にも AGV に登録された注文状況やそれぞれのバッテリー状況、故障状況まで全てを管理・制御します。 AGV がゾーンに商品を受け取りに来ると、作業者はディスプレイや棚の表示器で場所や数量を確認、商品をピックアップしてAGV に投入します。商品投入口は2つあり、それぞれシャッターがついているので間違って投入されることはありません。作業者が完了ボタンを押せば終了の合図、 AGV は次の注文品を受け取りに別のゾーンへ向かいます。注文通り商品を揃えたら検品エリアに向かいます。作業者は商品をスキャンして注文内容と合っているかを確認します。検品が終わると、次のお客様からの注文品を集めるため再びピッキングエリアに向かいます。検品が終わった注文品は自動で蓋が閉められ、送り状が貼られて方面別に仕分けられます。Tキャリーシステムは埼玉県加須市にある化粧品のオルビス東日本流通センターのために開発されました。まずはですね、精進化をしてほしいと。で、その精進化をするにあたっては最新のテクノロジーというものをぜひ積極的に導入していただきたいと。さらに今の能力の 1.3 倍の出荷能力を出すような仕組みを考えていただきたい。で、合わせて精進化ということでコストも下げられるでしょうと、そういったことも合わせてオーダーをさせていただきました。まあ、将来に向けてせっかく作り直すのであれば、革新的な仕組みを作っていただきたいということで、まあ、誰が見てもワクワクするような夢のある仕組みを考えていただきたい。何がワクワクになるのかなというのはすごくやっぱり考えましたね。ただ我々のところでもこれやってみたいなと思える仕組みで、そして実際に作業してくれるパートさんたちがワクワクできるような仕組みをやっぱり作ってみたいという思いもありましたので、まあ、いいきっかけかなと思って。しかしなかなか良いプランが出ず、会議は難航したといいます。現在のシステムにつながるアイデアが出るまで1年ほどかかりました。椿本チェーンさんの方から、こういう小型の AGV があるよと、じゃあこれを活用して何かできないかっていうところを、検討していった結果、ケースのコンベアの代わりに搬送をして、利用するっていう方法にたどり着きました。 T キャリーシステムは従来システムに比べて出荷能力は3割アップ、反対におよそ3割の精進化を可能にしました。1件あたりの出荷作業費も2割減、消費電力も4割削減できたといいます。またこのシステムは作業環境改善にも役立ちました。やはりこのライン、旧ラインに比べて非常に静かなラインになってますので、作業者の方の、騒音の負担という部分では非常に良くなっているんじゃないかなと思います。あと商品しか基本的に触りませんので、作業者の方からも好評をいただいてます。はい、作業者の肉体的な負担が軽減されたことにより、より丁寧な梱包ができるようになったといいます。
330台すべての AGV をグラフィカルな画面で集中管理しており、操作もメンテナンスも簡単にできるよう工夫されています。我々椿本グループはですね、本当にお客様にとって必要なものは何か、何が最適かということをとことん追求してエンジニアリング活動を行っております。お客様と、とことん議論をしてですね、本当にいいものは何か妥協なく作り上げること、これが我々の力だと思っております。今回ご紹介させていただいた T キャリーシステムは非常に柔軟性の高い仕組みになっています。今回はピッキングという形で活用していただいているんですけども、他にも様々な動かし方、アイデアというものを盛り込めばですね、さらに可能性を秘めている仕組みとなりますので、ぜひぜひ皆さんのごアイデアをいただければと思います。Tキャリーシステムの T には宝物、信頼、挑戦するといった思いが込められています。私たちは信頼できるパートナーとして商品という大切な宝物を運んでいます。そしてこれからも新しいことに挑戦していきます。